皆さんこんにちは、こんばんは、キズナあかりです。今回も新マップのコンクエスト動画となります。初めての戦いだったのでわちゃわちゃと楽しんできました。このマップ壁の上から敵さんとか味方さんが飛んでくるのでびっくりします。今回も陛下は衛星兵です。使ってる武器はもちろん新武器、そして名前は忘れました、すいません。レートが低いので安定性抜群ですが、正面からだと多々打ち負けてしまいます。威力もあまりないように感じました。この武器を使ってみた皆さんはどんな感想ですか？レベル10までは頑張ってこの武器を使っていきますよ。今回増えたマップまだ1回ずつしかプレイできてませんが、2つとも楽しいマップですよね。ではドックを取り返しに行きましょうか。さっそうとあそこから飛び降りて、よいしょっと、着地成功です。物欲センサーに敵さん発見。突然上から出てきて驚いた隙に倒す作戦成功です。誰も見てなかった気もしますけどね。これで少しは落ち着いたかな。上から来たりしませんよね。普通にチャーリー正面からたくさん来てるじゃないですか。とりあえず味方さんと協力して減らしていきましょうか。この柱に隠れて回復待ちです。左から来るか右から来るかドキドキ。隠れている間に敵サインなくなりましたね。味方さんが片付けてくれたのかな。ありがたや。イージーが振られ始めているのであちらに向かってみます。前で味方さんが倒れてますね。近くに敵さんがいるのかな。今ちょろっと見えましたね。戻ってくるかな。うまい具合に戻ってきてくれてラッキーでした。このマップは慣れるまで迷いまくりそうなマップだな。 EG 内の敵さんは味方さんたちがやってくれたみたいです。かくれんぼしたい放題のマップですね。恐ろしやです。この裏路地とかにこっそり隠れてたりしませんか。で、普通に EG の方から銃声が聞こえてますね。いつの間にか敵さんが忍び込んでいたとは。まだ残留していた味方さんがいたのでしのげましたね。一人でかくれんぼしていたら今頃私はここにいなかったです。守っていてくれた味方さんありがとう。そしてそのままチャーリー目指して進軍ですよ。見晴らしがいいからお芋ちゃん多そうですね。前の岩の上に敵さんがいました。あそこまで行けるだろうか。私のエイム力はピストル以下と証明されました。からのよっちゃん隊長のスライディング蘇生炸裂や。せっかく蘇生された命大事に使っていこう。しかしチャーリーまだまだ敵さんが多そうですね。なんとか崩したいんだけどな。うまく腰打ちで一人倒したけど後ろから指定1型にやられた。おっと、ここで2度目の蘇生来た。さて今回の私はこの拾った命で何をしましょうかね。とりあえずは新しい命をつないでいきましょうか。うまく命をつなげたので少し飛びますよ。はい、どうやらブラボーまで飛んできたみたいです。ここを拠点にエイブルに攻め上がるのか、それともブラボーの防衛に徹するのかといったところですかね。もうここに入ってきてる敵さんもいるのか。今度は逆に拠点を押されてロックを取り戻しに来ました。敵さんは一体どのくらい入ってるのかな。中心部あたりで味方さんがたくさん倒れてます。周りを味方さんにクリーンにしてもらいつつよっちゃんの蘇生を試みますね。無事に蘇生も終わったのでロックに残っている敵さんを溶かしていきましょうか。この人で終わりかな。早くロックを取っちゃいましょうか。よく見るとかなりの味方さんが集結してますね。頼もしいとともにとても安心できます。では次の拠点目指して爆心ですよ。次はチャーリーで決まりだね。で、そのまま試合終了のお時間です。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。